主要統計の発表でマーケットはどう動くをテーマに株式投資の羅針盤を主催し、テクニカルアナリストでもあるピクシスリサーチ代表の清水陽介さんに今週の主要統計を読み解いていただきます。主要統計ぶった切りのコーナーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、本日もがっつりぶった切って、はい、あ、ぶった切ればいいですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さて、はい、まず最初にですね、今週発表の予定の経済指標の方、こちら見ていきたいんですが、そうですね、はい、今週も、まあ、月初ということで、まあ、いろいろあります、はい、で、まあ、一番こう月初といいますとね、注目されるのがアメリカの方の雇用統計、はい、週末にありますね、はい、まあ、大体一番最初の週末ということですね、はい、その、まあ、それに先駆けてというわけではないですけれども、はい、必ずその前にあるのが ADP 雇用統計というのが書いてありますけども、雇用リポート、はい、これもあの民間調査の方が先に出てくるということですね、はい、それからもう一つ注目されますのが、まあ、あとヨーロッパの、ね、本当に言うとあの ECB の政策金利とかね、これ下がるのか下がらないのかって突き詰めてみると面白いと思うんですけど、ただまあ、あのこれも当たるは外れる問題になってきてしまうかもしれませんしね。まあ、ということで、あとはあの消費者物価指数、ロシアの方ですね、はい、あと小売売上高、いろいろありますけれども、はい、あのアメリカの方で ISM の製造業景況指数、それからまあ、あの非製造業景況指数、はい、これが発表になります。これはの ISM の製造業景況感指数というのと、まあ、非製造業、これはの、はい、注目してみたいと思います。特にまあ非製造業の方ですね、はい、まあ、こちらの方を今回はちょっと注目してみようということで、はい、取り上げてみました、はい、で、ISM というのはあのサプライマネジメント協会というやつですね、はい、まあ、供給管理協会と日本語に訳すと、そのまま訳すとその部分になりますけれども、はい、まあ、ここが発表するサービス業、まあ、非製造業の景気、景況感を示す指数と、はい、いうことなんですね。でこれはあの今ちょっと画面に出ておりますけれども、370社の、まあ、購買担当者とかよく言うんですけれども、はい、この責任者に、アンケートをしました、はい、で、まあ、生産とか受注とか入荷の状況はどうですかと、はい、在庫はいっぱいありますかと、はい、いう話をこういろいろこうアンケート的にですね、はい、答えるやつなんですけれども、はい、まあ、ちょうどあの今日日本の方もそうですね、そうです、日銀短観というのが発表になりまして、はい、これもまあ同じようなものといえば同じようなものですね、はい、まあ、日銀の場合はあの企業に聞くということでやってますけれども、はい、まあ、あの ISM の方はその担当者、あとよく最近聞くのがあの中国なんかでも出てますけれども、ユーロなんかでも注目されますけども、PMI ってやつですね、はい、PMI、はい、これもあの購買担当者景気指数というふうに訳しましたけれども、はいはい、同じようにこの ISM がまあ元になっているような感じというふうに考えていただいたらいいかと思います。つまりあのこういう購買担当者とかに聞くということが一つこうミソでして、はい、あのそういったようなことをこう管理している人たちですよね、はいはい、ですから例えば受注が今どれくらいあるから、これを作るためにはこれくらいの材料を入れなきゃいけないということを見るわけですね、はい、ですから、まあ、受注は好調ですよ、だから材料もいっぱい買えますよ、で在庫が今いっぱいあるから、受注は好調なんだけれども在庫がいっぱいあるからあまり買えませんとか、生産がちょっと追いつかないんで、これはもうフル生産に行くと、で在庫がもうカラカラですよと、そんなような話もこう出てくるわけなんですね。ですからそういったものをこう自体を把握している人に、まあ、実際にどうなんだっていうことを聞くということで一つ注目されるということですね。それからもう一つはやはりあのこう月の初めに出るというのが一つミソなんですよ。ですからまあ今月はこういったような感じで来てるんで、だいぶ景気がいい方にいろんなものが出てくるんじゃないかと、例えば受注が好調ですという話をしますと、まあ、受注が好調っていうんだったら今月はいっぱいものが作られるんじゃないかとか、あるいはまあ物が在庫がカラカラになってますよと言いますと、じゃあこれは在庫がカラということは売るものがあんまりないからあんまり売れないんじゃないかとか、まあ、そんなような見方がいろいろこうできてくるんですね。ですからそういったのとしてもこう非常に注目される指数ということになってきますね、はい、で今回あの予想が出ていますでしょうかね、はい、今今回あの前回 53.7、はい、で今回は53というふうに今出てますけれども、はい、これはの50を超えていると要するにいいですか悪いですかっていうふうに聞いているわけですから、いいですよっていう人がまあ50以上いるっていう、はい、まあ、そんなように考えていただいたらいいんですけども、ですからじゃあいいっていう人会社の方が多いんだなと、はい、50を超えてると、そうですね、うん、いうことは、そういうふうに考えていただくと分かりやすいと思いますね、まあ、50を超えてる超えてない、まあ、ただあんま厳密にね、はい、50をだから先ほど言いましたね、その370社の担当者ですから、はい、でしかもその景況感指数といってもその中いろいろ分かれてるわけですから、
まあ、あの一概にその53だからいいとか 53.5 だから悪いとかって、うん、そんなような問題じゃないんですけど ね、 ね、ただまあ傾向として、まあ、ずっとこう50を超えてきてるっていうことは、どん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 こう良くなってきてる。で先ほど予想と、まあ、あの前回のやつが同じぐらいでしたけれども、はい、これがこうどんどん徐々にでも増えているという状況でしたら、なんか世の中だんだん良くなってきてるんじゃないかと。良くなってきてる感じしますね。ですよね、はい、ですからあの先月聞いた時よりも今月の方がなんかいいぞって言ってる会社が2つ3つ増えてきたなと、まあ、そんなような形で見ていけばいいと思います。ですから今足元の状況から言いますとね、まあ、53.7 というのが前回の数字でして、で今回53と、で今ちょうどあのグラフのが出ましたけれども、こういった形で割とこう横ばいなんですよね。要するにいわゆるリーマンショックというところから切り返すところは当然どん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 もう最悪ですからね、良くなってくるわけですね。でまあそれがこうどんどん良くなってきたのが一巡して、さあ次はここから悪くなるのか良くなるのか、そうですね、どっちに行くんですかねこれっていうところなんですが、まあただあのやはりこの悪くなってる一つの理由っていうのが株が安くなっていますというのと、その株が安くなっている一つの理由として、いわゆるそのリスクオフと言われているような、まあ、あのヨーロッパの景気が悪いからとか何とか言われてますけれども、はい、金融まあ不安があるからとか、はい、まあ、そういったちょっとまあ多分にこう、なんていうんですかね、気分的な問題があるということなんですね。ですからあの先日でずっとここでやってますあの経済指標なんかはそんなに悪いもんないんですよね。アメリカ比較的いいんですよ。特にその住宅なんかも結構良くなってきてますし、はいはい、まあ、そういった意味ではそんなに良、うん、くなってきてるんじゃないかな、はい、来てるかなと思います。でこれでもうヨーロッパの方の心配ないやと、はい、いうことになったら、ヨーロッパが心配ないってことは、じゃあ新興国も心配ないだろうと、で新興国心配なかったらアメリカも全く心配ないだろうと、はい、アメリカ心配なかったら日本も心配ないだろうと、はい、いうふうになってなるといいですけどね。まあ大体そうなってきてるんじゃないかと思いますけどね、はい、あ、なるほど、はい、ありがとうございます、はいはい、では今日最後に告知があるからですが、です、ねはい、今月あの28日の日なんですけれども、はい、まあ、13時からまあ15時ぐらいという感じで考えているんですが、はい、まあ、あのちょっとセミナーをやろうと、セミナー、はい、でこれからまあ株式相場展望ということも一つやりまして、はい、それからプラスアルファ何かこういうことやっといたらいいんじゃないかという投資の戦略をですね、はい、まあ、ちょっとこれをおすすめするということで、はい、あの一応あのメールアドレスとか出てますので、はい、まあホームページの方から見ていただければと思います、はいはい、ホームページは、どのように検索すると株式投資の羅針盤で出て、はい、あの検索していただくと出てくると思います、はいはい、ぜひあのご興味のある方はこちらぜひ参加してみてください。ぜひご参加ください。あの無料ですので、はい、あ無料なんですね、はい、でお土産も一応つけようっていう話がありますので、楽しみですね。ぜひぜひ、まあ、一応ね私が書いた本が昔あるんですけど、まあ、この本を渡したりとか、はい、あとちょっと ある人が内緒で提供したいっていうのがあったので、僕もよく知らないんですけど、なんですか ね、 すごく気になりますね、まあ、大したもんじゃないけどとは言ってましたけど、まあ、ちょっと期待していらしていただければ、ね、と思います。ぜひこちらご参加の方よろしくお願いいたします、はい、はい、それでは一旦 CM です、はい。